市議会議員の川口博史です。今回は油山にあります市民の森についてお話をさせていただきます。大変私たちも何回も言ったことがありますけれども、古くなりまして今リニューアルの検討がなされております。隣の牧場ともですね、一体的にやらないかということで、ただちょっと心配しているのが、行政がどうしても書いてくるのがあれもこれも外国人もとか、ね、いろんな方全部対象にみたいな、そして、言葉だけ来ちゃうんですね。やっぱりしっかりと、もう古い施設ですから、昔作ったものですから、今となってはこういうのが足らんよとか、もっとこうしたらっていう、まず反省から入らないと、昔は良かったけれども次の時代にとか、今考えても駐車場足らないよねとか、川遊びもっとできないととか、泊まったりできないのとか、キャンプするにも全然夏場足らないよと、年寄りとってですね、私たちも遊び行こうと思った時、車止めてずっと散策する時にこんな気がとかですね、まあいろいろなコースも作らないといけないかもしれません。で、新たな需要は、まあ、外国人まで考えないかんのかなと、来てもらう分には構わんのですが、そういった新たな魅力もいると思いますけれども、どうしても反省ないまま、また、みんなの意見聞いて、はい、いいでしょうみたいなことではいけないかなと。大切な市民の森ですね、特に体験とか、牧場も一緒ですから、そういったこともされると思うんですけれども、やっぱり特化していかなければならない。ここはちょっと諦める部分、もっと強化する部分、メリハリ決めて、みんなの意見聞くというよりも、やはりもう広く聞くことはいいことなんですけれども、しっかりレクチャーしてどう思うか、しっかり考えて意見を積み重ねていくのが大事かなと。どうしてもいいですか、どうですか、市役所が建てた、これでどう思いますかっていうだけでは、これも10年したら、ちょっと劣化というか陳腐なものになってきた、ケースが多かったんじゃないかなと思います。民間のですね、民間に安く工事をしてもらうというよりも、民間のノウハウを持ってある方たちに、プランを提案してもらう、こんなが今いいですよ、こういう形でしたら人来ますよとか、ニーズこんなふうに動いていきますよっていう部分を考えていかないと、昔のやり方で市が書いたので、この枠の中で、このお金の中で、いいプランでこんなこともしたい、こんなこともしたい、プラン書いてっていうと、どうしても、全体にプランになって、それは10年したら、ちょっと古いプランかなよりも斬新なプラン、ってこんなの来るのっていうのはですね、ところとか、今までやっぱこれじゃ駐車場で車じゃないと行きにくい、バスもありますけれども大変ありますって、車も当然意識しないといけない、だからサイクリングがあってもいいかもしれない、川遊びがあってもいいかもしれない、その中にもっとですね新たなものを取り入れるとかあると思います。ぜひいい、もうリニューアル50年に1回もないぐらいです。なんとか、みんながですね、ちっちゃい子供連れて行きたくなる、あ、久しぶりに行きたいよって、夏だけじゃなくて他の時期、紅葉の時期や春の時期行ってもここいいじゃんと思えるようなですね、市民の森になるように、ちょっと勉強して、私も勉強して、しっかりと民間の方からいろいろ教わってですね、どんどん、こんなこともできるんじゃないかと言っていきたいな、ぜひ皆さんもですね関心持っていただいて、ほら自分が思ったのと違う方が力入れるかもしれませんけれども、出し合ってですね、いい市民の森していきな、懐かしいやっぱり油山、ちっちゃい頃お世話になった油山ですから、いいものできるように頑張っていきたいと思います。